本日私たち2人とゲストの皆様にとってぴったりでジャストな結婚式を作れていけたらと思っております。皆様に感謝の気持ちを込めて、美味しい食事と、楽しいゲームを、用意しましたので、今日は思いっきり、楽しんでいってください。愛さんはとてもまっすぐ素直で一生懸命という言葉がぴったりな女性です。この先2人の夫婦生活もともちゃんがしっかり引っ張っていってくれると思いますんで安心してください。乾杯。Living and dying, laughing and crying, we have the whole world or have nothing. I know there are long nights, but we'll make it with every sunrise. Comes a new life and all of the things that make us feel like we have it all.私式をするか迷っているんだって話をしたよね。その時お父さんは俺は式に出ても何も喋ったりはしないからなと言った後、後ろの方で泣いとくわってぼそっとつぶやいたのを覚えていますか。悲しい時、嬉しい時、楽しい時、全ての時間を一生一緒に過ごしていきたいと思えるような人です。この人となら2人みたいにいつまでも仲良く過ごしていけると思います。最初に出会った時にすごく喋りやすくて楽しくて時間があっという間に過ぎていったのを今も覚えているよ。付き合って一緒に住んでからもそれは変わりなく、まるで親友のような関係がとても心地よくて、愛の前では気を使うことなく素の自分でいることができます。入籍してからも家事に仕事に頑張っている愛を見てとても尊敬しています。まだまだ感謝したりないこといっぱいあるけど、全てひっくるめてそんな愛が大好きです。